ダウンタウン松本さんの問題なんですけど、まあ最近この話題ばっかりになってしまってるんですけど、まあ関西で生まれ育った人間からすると、どうしても気になってしまうというのか、なんていうんですかね、もう松本さんはもうスターなんですよね、関西人からしたら。しかし、現実は現実であるというところはあると思うんですけど、現状、まあこの松本さんの問題に関して、まあいろんな人がいろんなことをおっしゃってるんですよね。いろんな人が反応してるというか。まあそれぐらい松本さんの影響力っていうのがもう絶大な、とんでもない大きさであるっていうことではあるとは思うんですけど、まあそのいろいろな意見の中でも、僕はやっぱりその一番アンチ側っていうのか、その中でも、まあ一番わかりやすい意見をおっしゃっているのがやはり NHK 党の立花さんだと思うんですよね。で、現状をその残念ながらというのか、松本さんはファンからすれば残念ながら、まあ立花さんの言う通りにことが進んでいってると。まあ立花さんはまあこの件に関していち早く松本さんが黒ですよと、悪いですよと。で、まあもう引退に追い込まれますよと。で、ごく最近では、まあ松本さんはワイドナショーに出て何かしら言いますよって言ってたのに、まあ立花さんはそんなんできるわけないじゃないかと。大人の社会ですよと、この世界はと。だからスポンサーなりなんなりそういう兼ね合いがあるので、松本さんが自分のテレビっていうものを私物化して自分の意見を自分の好きなようにテレビで言えるんだっていう、そんなん幻想ですよと。裸の王様ですよと、立花さんおっしゃってたんですよね。で、結局その通りになったと。だから確かにもう松本さんは完全に裸の王様状態だったというのか、まあ、千と千尋の神隠しで言えば顔なしがこう化け物になってしまってる状態っていうんですかね。もう制御不能というか、ナウシカで言えばオウムが赤い目玉になってうわーってなってる状態というか、もう理性がなくなってるっていうんですかね。おそらく、まあ、ここ何年かの松本さんは、そういう、まあ、誰の言うことも聞かないっていうのか、誰も何も言えないっていうぐらい、裸の王様状態だったんでしょうね。でも、そうなってしまうぐらい、その松本さんの、まあ、影響力もそれぐらい強かったと、いうところなんですけど、しかし、まあ、松本さんは、その、千と千尋の顔なし状態になっているので、もう周りの、ことが見えませんと。聞こえませんと。だからこの事件が起きて以来、どん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 醜態を晒しているというか、真実はわからないんですけど、起きた出来事に対して反応していることですよね。松本さんの反応自体が、もう世の中が見えていないっていうんですかね。だからこれどん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 、その松本さんは、そのほっといたら、こう、どんどん醜態を晒してしまうっていうんですかね。もう完全に再起不能というか、まあテレビに出れなくてもネットとか YouTube とかに来ても相手されないっていうところまで落ちてしまう可能性もなくはないっていうんですかね。いくらお笑いとして面白い力があったとしても、それはテレビっていう空気が作ってきた、テレビっていう幻想において特化したお笑いだった可能性もあるので、だから、もしかしたら救われないっていうんですかね。しかし、ここからは僕の勝手な、意見というか、勝手な想像というかなんですけど、松本さんがもし、このまま名誉を回復するチャンスがもしあるとすれば、今の段階でですけど、これ時間が経ったらまた話変わってくると思うんですよね。みんながもうこの件忘れたと。あ、松本さん出てきたらやっぱ面白かった。これは未来にはあり得ると思うんですけど、現状この松本さんのその崖から転落していってる状態を救える人がいるとすれば、これまた立花さんしかいないと思うんですよ。立花さんの YouTube に出るなりなんなりで、松本さんは対談するなりで、するしかないと思うんですよね、これはもう。もう、吉本が何て言うが、万博が何て言うがもうええわと。もう立花さんとこう対談すると。で、真実はどこか嘘はどこか全部洗いざらい言うと。で、ここは、それは法律に違反する、法律に違反しない。立花さんが全部判断してくれると。
これぐらいしないと、もうプライドも何も捨てて、それぐらいしないと、もう松本さん救われないんじゃないのかなと。それぐらい深刻に裸の王様化してる可能性が、これ十分出てきたなっていう感じなんですよね。もう思い上がりも肌々しいというか、ワイドナショーに出ますっていうのが、何かしら、ネゴシエーションがあってそんなん言ってるんじゃなくて、自分がもう王様ですよ。テレビなんて自由になるんですよ。ワイドナショー、わしが出る言うたら出れるんじゃ。かなりきついですよ。まさに平家物語、平の清盛の状態っていうのか、祇園精舎の神の声なんですよね、まさに。ただ、これ、その攻めきれないっていうのは、僕も松本さんの立場に立たされたら、そんな風になるんじゃないのかな。立花さんだってわからないんですよ。立花さんみたいな人でも、松本さんみたいな立場になったら、そういう人間になる可能性って、あるような気もするんですよね。まあ、なので、っていうのか、まあ、真相はわからないんですけど、この今起きてるこの現実を、松本さんが名誉挽回できる可能性があるとすれば、もう、立花さんと対談して、すべてを正直に話す、あるいは難しかったら立花さんに誘導してもらうっていうんですかね。しかし、松本さんはお笑いのキングであると。お笑いの神様であるっていう、そのプライド、鉄のプライド。これがすべてを邪魔して、真っ裸になってしまっているっていうんですかね。そんな恥ずかしいことできるか。それぐらい恥ずかしいことしてでも、自分の名誉を守るっていう冷静な目が、この名が真っ赤化になっているオウムに助言したり、千と千尋のあの状態になっている人に助言しても、まあ難しい可能性があるのかなと。ちょっと、まあ関西の人間からすると悲しいというのか、松本さん、まあそれさえも松本さんのボケっていうんですから面白いところと捉える、捉えてもいいかもしれないんですけど、まあもう、まあ、まだわからないんですけど、完全に松本さんのその名誉が、ウルトラシーでテレビ局が全部守ってっていうんですかね。あるいはこの世界が全部守って松本さんをまた、神の領域に持っていくっていうことが起き得る可能性はゼロではないと思うんですけど、現状松本さんはこのままプライドを、貫き通せば、まあその集大がもう、地獄の底まで落ちてしまうというのか、みたいなことになりそうな、すごく、暗淡たる気持ちがするというのか、なんかすごいものを見ているなと。今年2020年はほんまに、まあ松本さんの問題は去年から続いてますけど、どうなるんでしょうかと。そういう恐ろしさもあるんですけど、まあそういうことも、松本さんがもしこのまま名誉を回復するなら、立花さんと動画一緒に出て、笑いにならなくても、その、自分の思いをこう何かしら言った方がいいんじゃないのかなと。そういうことを思う今日この頃の話でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。